こんにちは、バンダーレンタカーの石ちゃんです。カレンです。本日は4月11日にバンダーレ八戸対岩手グルージャ盛岡戦があるということで、先週は八戸の魅力をお伝えしたんですが、本日は十和田の魅力をお伝えできたらなと思います。バンダーレンタカーは J3 バンダーレ八戸を全力で応援している企業になります。この動画を見てお問い合わせのある方は、バンダーレ八戸事務局ではなく下の概要欄の電話番号にお問い合わせよろしくお願いします。それでは本日の車の紹介をしたいと思います。本日乗っていく車はこちらの V220D アバンギャルドロングになります。こちらの車は7人乗りの車で、見ての通りかなり大きくて車内も広々としています。バンダーレンタカーは J リーグ、JFL、どこのチームのファンクラブ会員証でも提示していただければ最大 20% の割引をしてお車をお貸ししています。ちなみにこちらの V クラスなんですが、関東などで当日料金12時間ですと3万円を超えてしまうのですが、こちらのバンダーレンタカーではファンクラブ会員証を提示していただければ消費税、保険料など全て込みで1万9500円でお貸ししています。なかなか乗る機会のないお車だからこそ、この機会に乗ってみてはいかがでしょうか。岩手だから自分の車で来れるよという方も多いと思いますが、バンダーレンタカーに来るお客様の中にも、自分の車でバンダーレンタカーまで来てベンツに乗り換えてドライブを楽しむ方も多くいらっしゃいます。バンダーレンタカーに無料で停められる駐車場もありますので、そちらはご安心ください。それでは出発します。今奥入瀬渓流に向かってます。まだ緑になってないと思うんですけど、それはそれで綺麗かなって思います。そうですね。カレンさん、この車の魅力をお願いします。魅力はまずもう広々してるの。まあこれはですね、大きいです。だいぶでかいのと、ここでかいですよね。あ、フロントガラス見やすい。でかい。かっこいい。かっこいいですね。アバウト、アバウトすぎ。かっこいいですよね。かっこいい。え、意外となんか大きいけど運転しやすい。うん。このここがマイクになってて、一番後ろの3列目の人にも声が聞こえるようにスピーカーになってるそうです。これちなみに私は今日知りました。私もです。すごいですよね。ね、普通に自然と何もボタンとかなくて、うん、自然とこの やつから勝手にね聞こえてる。すごい、すごい聞きやすいですね、うん、これあることで。確かに普通ね聞こえないよね、後ろの人みたいになりますもんね。なんか言ったみたいになるけど、うん、そうらしいです。すごい素晴らしい機能ですね。さすがメルセデスベンツ。何でもついてる機能が。ね、すごい。それではあと30分ぐらいなので頑張って運転していきます。はい、はい、お願いします。はい、はい、奥入瀬渓流の途中の休憩所に今着きました。あっちに降りれそうだったら降りてみます。はい、行きましょう。資料館、うん、なんか資料っぽい感じのが。ここにはトイレもあります。ここのトイレめっちゃ綺麗。店長が住みたいって言ってた。トイレ謎すぎ。ここからは降りれなかったので違うところ行きます。
の方に行きます。を頼みました。美味しそう。それではいただきます。最初バラ焼きからの方がいい。さっぱりして美味しいです。
結構ボリュームもあるので嬉しいです。このバラ焼きが牛バラの肉使ってるんですけど、その牛バラの油と甘辛いこのタレを吸い込んだこの玉ねぎのシャクシャク感とあって、すごい箸が止まらなくなります。それでは食べていきます。はい、最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。はい、食べてきました。次十和田湖の方見に行きたいと思います。はい、行きましょう。もうすぐ十和田湖です。十和田湖です。じゃじゃーん、きれい。おー、わーすごい。開けるポートありますよね、確か。あれないっけ？そうなの。わかんないこと言わない方がいい。すいません。砂浜ある。砂浜ある。はい、十和田湖見てきました。おいらせ、またおいらせ渓流を取って帰りたいと思います。はーい、帰りは石ちゃんが運転してくれます。石ちゃん、この十和田湖じゃない、おいらせ渓流の入り組んだこのくねくね道はどうですか？ちょっと私には厄介な道。厄介。すれ違う時が怖いよね。そうなんですよね。普通にあの観光なのかな、大きいバスも通ってくるから、うん、右カーブです。はい、右カーブです。ありがとうございます。右カーブです。ちょっとまだ私大きい車慣れてないので、うん、カレンさんみたいにスイスイ行けないです。いやいや、私も怖い気持ちで行きました。そうだ、絶対そうだ。めっちゃ飛ばしてましたよ。飛ばしてないよ。雪すごい。いつ溶けるんですかね、これって。5月ぐらいまで溶けないんじゃない？寒いんですか？日当たり悪いのかな。そういうことか。山だし。山だから。全然溶けてないよね。レンタカーに到着しました。ちょっと長旅だった。長かったですね。ですね。疲れちゃいました。5月6月はこれから暖かいシーズンになると、もっと奥入瀬渓流のなんていうんですか、いい時期になるので、うん、もうちょっと魅力をねお伝えできるかと思います。その時期になったらまた行ってみたいと思います。はい、思います。この車はとてもいい車なので、ぜひ佐久応援に来る際などにぜひ借りてみてください。
ください。本日も動画を見ていただきありがとうございます。まだチャンネル登録されてない方はお見逃しのないようぜひチャンネル登録もお願いします。他にもためになる動画がたくさん上がっておりますので、そちらの動画でお会いしましょう。